こんにちは流しです今回はですね IT エンジニアは起業しないともったいないなというふうに思う理由に関してお話をさせていただきます。あのよくですねあの Twitter 経由とかでエンジニアの方のいろんなこう仕事に関する相談とかを受けていたりとかして思ったんですけどもエンジニアの方ってこういかにこういい環境の現場に入るかしか興味がない方がすごく多いなというふうに思いました。 IT スキルっていうふうなこれから儲かるような時代の需要があるスキルがあるんだったら自分に何かサービスとか開発したりとかしてリリースするっていうこともやってみればいいんじゃないかなっていうふうに思ったりもしていますいわゆる企業プチ企業的なことですね。でなんでエンジニアの方ってこうねいかにこう労働集約的な方法で働くことしか えー、発想がないのかっていうとやっぱりそもそも大人しいいい方がが多いからっていうのがありますね割と起業家ってまあ自信家の方が多いですし、まあ、自分が絶対っていう風な考え方を持ってる割と独善的な、うん、どちらかというと S キャラみたいな人が多いのでそのおとなしい方が多い IT エンジニアの方の中ではやはり起業家志向の人はすごく少ないのかなとであとそもそも企、うん、業のやり方を知らないっていう方が 多いですねあとはまあ起業っていうのがとんでもないことすごくとんでもないことをやらかすことだっていうふうに思っているからなかなかこう起業っていう発想せっかく自分のプログラミングスキルを生かして何か起業しようっていう発想がないっていう方がすごく多いです。で、まあ、エンジニアとして労働集約的な働き方をしたとしてもすごいまあね イケイケのスーパーパエンジニアになったところで年収はは1000 2000万万ぐらいいです2000万にはいかないと思います、ね、であとまあ大規模な案件の PMPL プロジェクトマネージャープロジェクトリーダーレベルになって月100万ぐらいなのでなんでせいぜい1000万ですね上限がやっぱり雇われてたら。であとまあいろんな現場とかに行って客先にね呼気使われて消耗したりとか人間関係がねいろいろ面倒くさかったりとかそういう風な。 まあ案件ガチャ的なところもやっぱりエンジニアありますので自分で働きやすい環境を作るとか選ぶっていうふうなことを考えると起業して自分でお金を稼ぐっていう選択肢も一つとしてありなのかなっていうふうに思っています。こういうことを言うと「s アリーマンをやめろっていうことなんですか?」っていうふうなことを質問をよく受けるんですがこれは実は違ってまして。 まず最初は副業的なな感じで徐々に開発をを広げていくっていいいくう風なやり方をお勧めしていますで他にこの副業をやったりとかして多分エンジニア関連の人だったらね IT スキル生かして何か副業すれば割とすぐ収入は確保できるかと思います。でそういうふうに他に選択肢や収入源を確保する方法を知れば精神的に楽になりますしその客先でちょっと人間関係とかうまくいかないとか。 あんまりスキル的に伸びない現場なんだけどっていう場合あったとしてもいつでも辞めれるっていうふうなこういうふうなあれですね保証になりますのでなのでこうサラリーマンを辞めずに副業的な感じで何か事業をやるプチ企業的なことをやるのをおすすめしますこんな感じでプログラミングスキルってめちゃくちゃ超稼げるこれから有望なスキルですね自体がやっぱり IT か IT 化とかツール化を求めていますので 今めちゃくちゃチャットボットとかすごい需要があるんですね。昔は例えばそのコールセンターみたいなところでこう何千人ってオペレーターを雇っていたのが今チャットボットでその回答ねこうどういうお問い合わせですかみたいなところをまず聞いて1番2番3番っていうのが出てきて1番選んだらじゃあその1番の中から1234番のどれですかっていうふうなのが出てきてみたいな感じで最終的にその そこまで選んだ段階でオペレーターにつながるみたいな感じで本当にこう簡単なこのお問い合わせの振り分け業務みたいなのはチャットボットでできちゃうみたいな時代が今すごく来てまして業界的にもすごく熱くでそれを開発できるエンジニアの需要もすごく高いと思いますまあこんな感じでねプログラミングスキルってまあ貴重なスキルなんですがやれる人がすごく少ないですねなのでやっぱり高単価になりますしっていうことですねで もう起業ですねエンジニア起業すべきってことなんですが、まあ、本気出せばどれぐらいなのかっていうとやっぱりまあ月1,000万はやはり余裕に超えますよねプロジェクトマネージャーとかプロジェクトリーダーとかスーパーエンジニアしか1,000万の壁は許されなかったんですが起業すれば1,000万年収1,000万は余裕ですでうまく当たると1億ぐらいはいくと思います年収1億ですねであの本当にうまくいくのかなっていうんですけども やっぱり企業って当たり外れすごくあるのは事実ですが、その本当にもう結果の保証がガチで欲しいんだったらサラリーマンとかただの常駐でやっていた方がいいです。やはり当たる確率としては10個ぐらいアプリリリースして1個当たるかどうかっていう風な確率だと思います。こんな感じで確率で保証はないんですけども当たる確率もあるのが企業ですね。 であと公にならないんですけども副業的にこのアプリとかゲームとか作ったりとかして一発当てているエンジニアって実は結構世の中多いらしくて本当にこう巷にには出てこないんですけどもかなりの数がいるらしいです。でこういうふうな感じでうまく PDCA 回してどんどん当たる確率を高めていく最初は10個中1個しか成功しないけれども。 だんだんその成功法則みたいなのを PDCA 回しながらだんだん3つ作ったら1個当たるようになってきたりとかしてどん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 お金を積み上げていくっていうイメージですね。でですねやはりその副業的から徐々に広げていって収入源確保をしてそうすれば複数収入源で精神的に楽になれると。 で、あとまあ時代がすごく求めているスキルなので、それを使って起業しないとやっぱりもったいないよっていうふうなことをお話ししました。それではですね、今回の動画はこれで以上となります。ありがとうございました。